アインシュタイン・稲田のインスタ乗っ取り騒動、かまいたち濱家も擁護、SNS と芸人界の強烈温度差の理由明確な証拠の存在。8月1日、お笑いコンビアインシュタインの稲田直樹三十39が X、旧ツイッターを更新。世間を騒がせている疑惑について声明文を投稿し、改めて注目を集めている。騒動の発端となったのは、 X、旧ツイッター、上で73万人超のフォロワーを誇る暴露系 YouTuber のコレコレ氏が7月28日、稲田が女性とトラブルを起こしていたという話を YouTube で配信し翌日、X でも投稿したことだった。コレコレ氏によれば、稲田はインスタグラムの DM 機能でフォロワーの女性にさらば青春の子、森田哲也、42の名前を出したり、 アベマテレビ、アベマの企画、などと称して性的な画像を送ってくれるように要求していたとのこと。稲田は同日に X 上で、すっごい変なことに巻き込まれました。全く身に覚えがないし、企画を装って変な嘘ついてまであんなことはしません。と疑惑を完全否定したが、これこれ氏は別の被害女性の DM 画像を晒すなど、追撃の手を緩めず事態は悪化。 そして8月1日に稲田は X を更新し、画像ファイルで以下の声明文を掲載した。不用意な発言で混乱させてしまうと良くないと思い中踊り時発言できずご心配。お騒がせして申し訳ありません。29日から言ってる通りあの DM は僕が作成したものではありません。ただ、僕のセキュリティ管理が甘く不正ログインされた形跡がありました。 知らない間にたくさんの方をブロックしていました。僕が気づいていなかっただけでたくさんの方にご迷惑をおかけしてしまいました。名乗り出ないでいてくれているだけで同じ様な DM が届いている方もいるかと思います。ご迷惑おかけして申し訳ありません。パスワードは変更して今後は不正ログインできないようにしてあります。吉本工業にも報告して、 警察に証拠は提出して相談してる状況です。不確定なまま必要に煽る行為は控えていただきたいです。そうコメントを出した稲田には、応援するファンからの擁護の声もあるものの、伏せログインについて苦しい言い訳とする声もあり、X 上では苦しい立場になりつつある感じだ。素直に謝るのが吉やと思うけどな。それは無理ないか これでもう一発何か出てきたら詰むよ。不正ログインされた形跡は必ずあるはずだと思いますが。なぜその証拠を見せないんですかテレビ番組にも出る人気芸人の立場を悪用した女性への悪質な行為、事実であれば大問題ですから SNS、ネットが荒れるのは当然の話ではありますが。 今回の件は一般サイドと稲田さんの周囲の芸人サイドでかなりの温度差がありますね。こういう騒動の場合は芸人仲間からも厳しい声が上がったりするものですが、今回は稲田さんを擁護する声が圧倒的なんですよね。女性史ライター、稲田の相方、川譲ゆずる43は7月29日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、 事実無根大丈夫ですので、皆さんご安心ください、とファンへメッセージを送った。名前を悪用されたと言われている森田も、俺は何もやってねえぞ。むしろやらせくれ、と30日にポスト。その他にも、各所に引っ張りだこの大人げコンビかまいたち浜家隆一40、が稲田の29日の投稿を引用して、稲ちゃんは一番男前なんやから、とポストしたり、 見取り図リリー40、コットン西村真嗣40、数え広がり図の三島達也41と南條翔介42なども稲の投稿をリポストし擁護している。リリーの場合は29日に大阪で行われたイベント、真剣音楽祭で稲田と共演しており、僕は稲田さんをよく知っているので、それ悪質な DM、はないと断言します、と、 会場で本人と観客を前に直接発言もしている。これこれ氏の告発を受けて、稲田のことを怪しむ世間と、稲田を全く疑っておらず信じきっているように見える芸人の間の強烈な温度差。芸能プロ関係者はこう話す。周囲の芸人仲間が稲田さんを完全に擁護している理由、結論から言うと、稲田さんの手元には実際に不正アクセスをされた確固たる証拠があって、 公開しようと思えばいつでもできる状態にあるからだと聞こえてきています。不正ログインされたことが一目瞭然となるものがあると言いますが、だから、それを確認することができる周囲は稲田さんのことを信じられるということですよね。それならなぜその証拠を出さないのかというと、出した場合の影響が大きく、複数の人を追い詰めることになってしまう、と稲田さんが危惧しているからだと言いますね。 稲田が潔白だったとき、ネット SNS ユーザーによるバッシングの矛先はこれこれし、そして最悪の場合、被害を訴えた女性に向かってしまうとも考えられる。被害女性は不正アクセスであっても被害を受けているのは間違いないわけだが、騒動が加熱して注目を集めているタイミングで証拠を公開すれば、許されない飛び火展開もあるかもしれない。加えて、稲田さんが、 警察に証拠は提出して相談してる状況と言っているのも全部本当の話で実際に警察は情報開示請求などに動いていると言いますこうした件での情報開示請求は早くても1ヶ月以上はかかるとされ警察をからの証拠が出るのはまだ先9月以降になると考えられていますが少なくとも警察が動いているのは間違いないと言いますよ全土 また、稲田が世間から怪しまれている理由として、乗っ取りが事実ならもっと早く気づくはずという指摘も出ているが、確かにそう通りなんですが、稲田さんは IT やネット界隈に相当疎いと言います。不正ログインされた警告も、そのままスルーしてしまっていたと聞こえてきていますね。